背番号14番サイドバックの西野隼人です。訴訟と呼ばれてます。最後は俺に任せろ。最近はちょっと英語の勉強を始めました。オープンの日は考えてなかったですね。あの山崎和穂の家族と一緒にご飯食べてます。いっぱいあるんですけど、高崎山の猿の4時40分から始まるお芋タイムが一番いいです。行ってみてください。みんな So far so good。 最近覚えました。今年は絶対に優勝して昇格します。開幕まで怪我しないように頑張ります。